レンジャーボディアーマー用のトラウマプレート。左の正面用プレートは射撃動作の邪魔にならないように右上部がカットされている。セラミックプレートは防弾素材の一種。大抵のものはない規格の防弾レベルで3以上の性能を持っており、小銃弾を阻止できる軽量な防弾素材として世界中の警察や軍隊のボディアーマーに使用されている。 トラウマプレートが正式な名称であり、実際はセラミックのみならず、金属やプラスチックなど様々な種類がある。主に拳銃弾程度しか防げない、ソフトアーマーと併用して防御力を向上させる、目的で使用されるが、単体でプレートキャリアなどに挿入して使用されることもある。単体でも使用できるタイプは、スタンドアローンと呼ばれており、 逆にソフトアーマーと併用しないと性能を発揮しないタイプは ICW と呼ばれている。アメリカ軍の環球品のセラミックプレートはスモールアームスプロテクティブインサートという名称が付けられている。ありがとうございます。